優勝戦で対戦する弟子伊藤正直、左、師匠北爪勝義、撮影、天野康彦、川口王都、3日目、19日。師匠北爪勝義、45イコール伊勢崎、弟子伊藤正直、26イコール伊勢崎、が、揃って優勝戦に駒を進めた。準稽古は共に逃げ切り勝ち。同じレースへの出走は初めてで、ファイナルで指定対決が実現した。北爪は、カモン、カモン、と気合満々。初優での伊藤は、ずっと目標にしてきたので、本当に嬉しい。師匠とも一緒だし、楽しんで乗りたい、と意気込む。締め走路が濃厚で、走路状態は伊藤が有利。